はい、おばたです。今日もよろしくお願いします。僕自身はですね、もともと10年くらい不登校の経験があったんですけれども、学校行ってないけど、今まあ自分で会社を起業して、まあ幸せに生きています。で、まあ学校にこう戻らない選択肢もあるんじゃないかなということを広めていくということで、まあブログとか、こうやって YouTube で発信をしたりとか、あとはこれ本ですね、学校は行かなくてもいいという、まあ本を書いたりとか、まあ、いろいろ今発信活動をしています。で、この YouTube では、いろんなですね、不登校になった後の選択肢とか、そういう話をいろいろしてるんですが、最近お悩み相談に力を、入れていまして、昨日も YouTube 更新しました。で、その YouTube のですね、内容、まあ、僕の、不登校当時、親の対応がこんなこと嬉しかったみたいなことを書いたんですけど、そこにコメントしてくださった方がすごく、そうだよねといいようなコメントをいただいたので、それをちょっと取り上げながら今日は喋りたいと思います。ちょっとまずコメントを読み上げますね。プクーリンのママさんからコメントをいただいていて、不登校の問題はズバリお金、経済力です。学校以外の選択肢は学校に行かなくても、学校のお金と、あと、プラスフリースクールのお金など、お金がかかりますと。で、本人が行きたいフリースクールがあっても希望通りに行かせられない場合もあります。経済的なことが一番の悩みですというような、コメントをいただいています。で、まさにそうだなと思っていて、不登校のですね、一番の、なんだろう、問題、課題って、僕お金だと思うんですよ。逆に言うと、お金の問題がほぼほぼもう全ての問題だと僕は考えていて、なんかその辺の話を今日はいろいろしていきたいと思いますが、まずですね、不登校になった後の一般的な選択肢っていうのは、さっきコメントもありましたけど、フリースクールっていうのがあります。で、フリースクールは大体まあ全国大体の都道府県にまああって、学校行かなくなった後の子たちが、通っているんですけれども、今通ってる子が大体不登校全体の割合で言うと多分3%ぐらいです。で、不登校全体で言うと16万人くらいいるので、うちの確かまあ4000何百、5000人いかないくらいの人数が今、フリースクールに通ってるんですね。ということは、90数パーセントは通ってないわけですよね。で、一番の問題がお金だと言われてます。高いんですよね、一言で言うならば。大体、平均の月謝が3万5000円くらいって言われていて、まあ、入会金とかもね、別途かかったりするんですけど、まあ、そういうふうにお金が結構かかります。ただですね、別にフリースクールの人たちがめちゃくちゃ儲けてるか、不登校ビジネスかっていうと、実はそんなこと全然なくって、ほとんど儲かってないんですよね。で、まあ、塾とか、運営されてる方がいたら、そうだよねってなると思うんですが、フリースクール運営するのってめちゃくちゃお金かかるんですよ。その場所をまず借りなきゃいけないですよね。で、場所を借りて、で、職員さんを入れなきゃいけない。で、職員さんを入れて、で、そうやってやっていくと、まあ結構お金かかりますよね。場所代でじゃあ月10万円かかるとします。で、職員1人もしフルコミットで入れたらってなってくると、まあ月にもう3、40万、下手したら50万円くらいサクッとかかっちゃうじゃないですか。ってなった時に、じゃあ、1人から3万5千円もらったとして、15人生徒がいて、ようやくプラマイゼロみたいな世界なんですよね。それが今のフリースクールの現状なんですよ。で、当然ね、15人って多分結構多い方だと思うんです。地域の不登校の数から考えたらそんなにたくさんいないですから。なので、まあでもしょうがないのかなっていうのが正直な今の状態ですね。まあ結局、要は学校教育ってものすごい税金かかってるじゃないですか。学校の校舎ももちろん建ててるし、維持費もそうですし、先生の人件費ももちろんですし、あとは、そもそもこうカリキュラムとか教材を作るために、文部科学省だったりとか、いろんなこうその学校自体を運営する職員さんとかもの以外にも、いろんな人がこう学校を、成り立たせるために、いろんな人が働いてるわけですよね。それってものすごいお金かかってるわけですよ。で、それに対して不登校っていうのは、その、まあ、税金をたくさんかけられた、そこの教育の機会を受け入れてない状態なので、それを他の形で、補わなきゃいけない。それはやっぱ大変ですよ。
なので、まあ、逆に言うと、こう、もったいない、行かないのはもったいないですよね。僕らは税金を払っていて、その税金の一部がそうやって、教育に使われてるわけなんで、それを使ってない、そこの利益を僕らは受けてないっていうのは、もったいないですよね。だから、行った方がいいと思います。ただ逆に言うと、別にそんなのいいよっていう話、ある程度経済的に余裕があるとか、別に、まあ、お金、普段話フリースクール行かなくても、まあ、不登校の子たちで集まることはできるし、別に勉強をまあやろうと思ったら家でもできるじゃないですか。だから、まあ、お金かかんないやり方あるからそれでいいよとか、まあ、ある程度お金はまあ余裕あるんで、まあ、大丈夫ですよとか、そういう人もいるわけで、そういう人たちからすると、無理に学校こだわらなくてもいいなって逆に思ったりもします。不登校の問題は突き詰めればお金だと思ってるので、逆に言うと、お金以外のところは、まあ、あんまり問題じゃないっていうのが正直な、今の僕の感想というか、まあ、実体験も含めてそうですね。例えば、こう、ただ、とは言いながらも、じゃあお金ない人はどうするんですかみたいな問題とか、まあ、こう、全体的にっていう話ですけど、例えば、まあ、シングルマザーの方とか、片親の方ってやっぱり収入が低くなる傾向にあるので、その方が、お子さんが不登校とかっていうのはやっぱダブルパンチで相当苦しくって、そもそもの収入が低いかける不登校になってさらにお金がかかるみたいな、やっぱりしんどいですよね。だからそれはね、自己責任だとか、そういうふうなっていうふうに今なってしまっているので、それは変わっていった方がいいなとやっぱり思います。なので、まあそういうふうにね、国がある程度学校行かなくなった子たちの学びのサポートを税金を使ってするっていうふうになったらいいなと思いながらも、まあもうちょっと時間がかかるかなと思いますね。ただ、変わり始めてはいます。2016年かなに法律が新しくできて、教育機会確保法っていう法律ができましたけど、それは、まあそういう、なんでしょうね、そもそも不登校ってこれまでやっぱり問題な行動、問題行動扱いされていて、どうやって学校に戻すかっていう前提だったんですよね。教育現場からすると。なので、その状態の、ね、時に、学校以外の選択肢のところにお金を出すっていうのはまあおかしいじゃないですか。って、戻す前提なんだから。で、しかも学校自体もそんなにこうお金があるわけじゃないですよね。先生、すごいこう忙しいブラックだって言われたりとか、学校にそんなめちゃくちゃお金があるようには思わないじゃないですか。だから、ね、そこにお金でもっと使えようっていう意見も当然やっぱりあるっていうのが、まあ、3年前の話なんですよね。で、ようやくそれが法律が新しくできて、不登校問題行動としてはならないっていう教育方針ができたりとか、不登校の子たちが悪いんじゃなくて、偏見をなくしていかなきゃいけない、そういうことを悪いっていう偏見をなくしていかなきゃいけないとか、学校以外の学びの選択肢を増やしていこうとか、まあ、いろいろそういうことがようやくこの3年前から議論され始めたというのが今の現状なので、なんか次ですよね。じゃあどうするのっていうのは今ようやく議論され始めてきているところだと。で、その上で、来年確か少し文部科学省の中でそういう予算が確かつくはずです。フリースクールとか、そういう学校以外の学びのところに対する、学校の公的補助ですね、お金の補助っていうのが、やっていこうっていう予算が確かちょっと取られてたと思うので、まあ、そういうふうにちょっとちょっとずつ変わり始めているっていうのも現状であります。で、だからもう突き詰めればもうお金の問題なのかなと僕は思っていますね。なんかちょっと置き換えて話をすると、例えばなんですけど、東大にもし行きたいと思った時に、多分ほとんどの人が塾とか家庭教師とかで勉強してると思うんですよね。まあ、別に東大に限らず、ある程度レベルの高い大学に行こうと思った人って、学校以外で、塾とか家庭教師で勉強してる人多分いっぱいいると思うんですけど、よくあるのが、もうこれ塾とかでやったから学校の勉強でこれね、つまらないとか、塾でやってるからもう先々進んでる子ってたまにいるじゃないですか。そりゃそうですよね。学校って塾で想定してる勉強とか、他のところでね、やってるものは関係ないっていうか、学校は学校でカリキュラムで動いていて、プラスアルファ塾でやってる子って他で上でやっちゃってるから、それは塾でやってる子からすると、これなんか2週間くらい前塾でやったみたいな授業も中には当然あるわけじゃないですか。ってなった時に、極端な話、学校にもはや行かなくて、その時間も塾とか家庭教師に時間使った方が成績伸びるじゃないですか、極端な話をすれば。学校ってそんなにものすごいレベルの高い教育の場ではないので、だってね、
一方的に3、40人ずっと先生を教え続けるわけですから、それはそれでやるよりも個別で学習で最適化してやった方が当然いいじゃないですか。でそれみんなやらないのって結構お金の問題もあると思っていて、まあ、もちろんそういうね学校行かなきゃいけないものとかそういう世間体とかイメージもあると思うけど、突き詰めればそれってそれみんなやれるほどお金がないからですだなとも思ってるんですよね。でも逆に言うとお金がある家庭からすれば学校を行かさなくて自分で勉強させた方がいいっていう発想もあると思うんです。なので学校ってまあ所詮それぐらいのものなのかなと思っているので、なんか無理になんかこだわらなくていいなって思うんですよね。逆に一方でまあその経済的な問題はあるので、突き詰めれば不登校はお金の問題なのかなというふうに思ってます。ただお金をかけなくてもその学びの機会、学べる場って今すっごいたくさん増えているので、通信制高校とかもそうですし、通信制高校以外にも教材、オンラインの教材っていっぱいあります。この YouTube でもね、いろんな教育系 YouTuber って呼ばれる人たちがいろんな授業の分かりやすい動画とかたくさん上げたりしてますし、あとは、概要欄に貼っておきますけど、やっぱスララっていうネットの、オンラインの学習教材とかってあって、まあ、在宅でいろいろこう勉強できる教材っていっぱいあるわけですよ。で多分家庭教師とか塾とかよりも相当安く使えるツールがまあいっぱいあるので、でこの前もそういうことありましたけど、不登校で学校行ってなかったけど、そういうオンラインの学習で家で勉強して、まあ、慶応受かりましたみたいな、そういうことがすごく今ゴロゴロ増えているので、まあ、極端な話学校行かなくても勉強する機会ってまあいっぱいあるし、これまでは塾とか家庭教師って高かったですけど、そういうところにこだわらない、オンラインだから安く勉強できる、そういう機会もたくさん今あるので、まあ突き詰めればお金の問題、不登校はお金の問題だけども、そのお金の問題っていうのもちょっとちょっとずつ改善されつつあるっていうのが今の状態ですかね。まあね、今すぐその改善されるわけじゃないけど、ちょっとちょっとずつ良くなっているので、まあ、それを、まあ僕もできることをまあ応援しながら、まあ、みんなでですね、そういう、不登校の何でしょうね、声を届けたりとか、やっぱり不登校自体を悪いとか学校にやっぱり戻らなきゃいけない、戻すっていうふうにやるんじゃなくて、学校行かなくなった後の選択肢をちゃんとみんなで考えて作っていくっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思います。ということで、もしまあこんな感じですね、取り上げてほしい話題というか、まあ、コメントあればなコメントとか、あとは、概要欄に僕の LINE が貼ってありますので、その LINE アットからなんか質問とかいただいたりとか、僕なんかお題をいただければ嬉しいです。で、あとは、もしよければ高評価とか、あとはチャンネル登録とかね、してもらえたら、僕のこういう動画よく上がってきますので、見てもらえたら嬉しいです。他にも動画たくさんあるので、よかったらそれも見てください。であとは本ですね、学校行かなくてもいいという本を書いております。もしよかったらこれも読んでもらえたら、結構子供向けでね、読みやすくなってます。僕の体験談とかがあって漫画で入ってたりするので結構読みやすく読めると思います。もしよかったら、買ってみてください。ということで今日もありがとうございました。ではでは。